兵庫県選抜キャプテンの森脇宏斗です。ポジションはミドルブロックをやっています。自分の得意なプレー、ここを見てほしいというプレーを教えてください。僕は特にブロックの大事なところでブロックをしっかりワンタッチを取ったりとシャットアウトしたりできるところが僕の魅力だと思っています。今日3試合して、明日の準決勝につながりました。今日の試合を振り返ってどういった1日でしたか？今日は1試合目と2試合目は結構ミドルの攻撃を使えることができて、しか相手のブロックが分散していた中でエースにも打ち切ってもらって、3試合目はやっぱりエースの方の活躍が光ったので、僕たちはつなぐだけと思っていたので、とてもやりやすかったです。キャプテンとしてこのチーム、どんなチームだと言えますか？このチームは結構波が激しいところがあるんですが、乗った時には誰にも負けないというチームだと思います。キャプテンとしてチームを乗せるためにこういう風にした方がいいかなとか考えてることありますか？やっぱり一人一人その上がり方とかが違うから、一人一人声かけを考えたり、やっぱりアップからしっかりアップ不足がになりがちな選手にはしっかりアップを流すように声かけをしたりしています。森脇選手自身の憧れている選手といいますか、ポジションは違うんですけど、僕はもともとサイドをやっていたので、やっぱり石川祐希選手には憧れている部分があって、やっぱり苦しい時に決めきれるっていうエースがいるから、今年日本は結構上の方で活躍できたと思うので、やっぱりうちのエースも多分今日はそんな感じだったと思うし、僕も将来はそういう選手になるかなと思っています。明日準決勝決勝とあります、キャプテンとして、どういったプレーをしたいか、そしてチームとしてはどういった結果を求めたいか教えてください。僕たちの最初の目標はやっぱりベスト4だったんですけど、ここまで来たからには優勝を狙うしかないと思うので、一戦一戦しっかり大事に戦って、明日もそのチームでプレーをできることに感謝して頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。明日も頑張ってください。